この後6時45分、6時45分頃より新宿駅西口お借りいたしまして、令和新選組公認候補山本太郎、都政にかける熱い思いを皆様にお伝えいたします。適度な距離を保ってマスクを着用していただいた上でこの街頭演説ご参加いただきたいと思います。大変長らくお待たせをいたしました。東京都知事選挙令和新選組公認候補山本太郎の登場です。大きな音を立てて申し訳ございません。新宿西口駅周辺ご通行中の皆さん、マイクを握っております私は令和新選組、なんだその変な名前は、言われ続けて1年近く、国政政党でございます。昨年の春に旗揚げ、夏の選挙には2議席を獲得、国政政党となりました。その令和新選組の代表を務めております私山本太郎、今日はなぜここでマイクを握るのかと申しますと、今行われております東京都の都知事選挙に立候補しているのがこの山本太郎です。令和新選組公認で立候補している都知事候補の山本太郎です。よろしくお願いします。緊張感のない国会に緊張感を、そういう思いで与党野党からも嫌われるような存在になり、国会の中に緊張感を作り出すんだ、そう思ったんです。この国会の中で緊張感を生み出すために与党野党からも嫌われる存在、もうそれは達成したかもしれません。はい、金すりゃいいんですよ。景気が悪くなる前に底上げをして、景気が悪くならないように、会社が倒れないように、失業者が出ないように、飢える人が出てこないようなことをやらなきゃいけない。でも国はそれをやらない。最大限やったとしてもマスク2枚と現金10万円、これでどうやってこの100年に一度の感染症と向き合うんですか。無理な話です。本来ならば国がやらなきゃいけないけれども国はやらない。国がやらなかったとしても他にも方法はある。それは何か、どんなことがあっても住まいを失わないで済む、どんなことがあったとしても仕事収入を失わないで済むって方法はあるんですよ。それは何か、この感染症の拡大においても国が災害指定すればこれはクリアできるんです。でも一方で東京都としてそれを激しく求めるってことができるわけですよ。東京都として国に対して東京都民1400万を守るためには災害指定をして家を失わせない、収入を失わせないことをやらせる、国に強烈に求めるってことを全体的にやらなきゃいけない局面なんですね。1400万東京都民を守るために都知事としてまずやらなきゃいけないことですよ。2月6月で落ち込んだこの先、このまま第2波まで推移したらみんな倒れていきますよ。会社は倒れる、会社クビになる、社会大混乱ですよ。それで都民守れるか守れない、だからこそ家と収入を守るためにも国にこれは災害指定させるってことは絶対的に必要だったが、小池さんはそれをしたかしなかった、これが全てなんです。あまりにも冷たいでしょ。愛がないじゃないですか、都民に対して。残念な話なんです、残念な話。都民の未来よりも自分の未来、目の前の選挙、ここを目標にしているばかりに、当然国とは本気でガチンコで喧嘩できないわけですね。空気を読むなよ、空気を作れよ、東京都民を守るなら、そういうつもりで私はマイクを握っております。東京都知事に立候補、私を都知事にしていただきたい。空気は読まない、空気は作るもんだ。みんなと一緒に東京を浮かび上がらせる、底上げしていくことを大胆な経済政策でやっていきたいと思います。詳しい話は後ほど。ここでゲストスピーカーをお呼びしたいと思います。当事者の方です。バブル世代ですか。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。この方です。よろしくお願いいたします。仕事で営業でお客さんの周りをしてた時に、僕の携帯電話に社長から電話がかかってきたんですね。お前次の仕事を探してくんないかって。返す言葉がなかったです。信じられなかったです。何十年も朝から晩まで土日なくしてくたくたまでなるまで働いてきたのに、家庭のため会社のために働いてきたのに、携帯一本で首の宣告
仕事探しましたよ、その後。50過ぎたらないんすよ、仕事が。ほんとないんすよ。求人がない。精神的に本当に追い詰められるんです。焦るんです。家のローンが払えねえ。嫁さんに会社クビになったことも言えねえ。僕は本当に首を吊ろうかと最後思いました。そんな時だったんですよ。太郎さんの動画を僕は YouTube で見ました。衝撃を受けました。全国でコロナで仕事を失って失望している人が山のようにいるってことを。僕だけじゃねえんだって。コロナで仕事を一瞬で奪われたり、失業して心の病気になって引きこもってしまったり、追い詰められて精神のバランスを崩したり、世の中には本当にたくさんの人が今でも苦しんでる。このことを僕は他人事のように見てたんです。俺さえ良ければいいって、こんな社会になんてなっちまったんだろうかって。既存の政治家、政党、自民党、いや昭和の時代からこれまで無関心で生きてきた俺がこんな社会作っちまったんじゃねえかって、本当に我に返ったんですよ。だからね、僕は本当にこのままじゃいけないんだと思って、こうやってスピーチさせてもらってます。東京 都知事選挙は俺のことは関係ねえって言ってるあなた、YouTube や Twitter で画面で傍観している昭和のあなた、これまでの僕のようにね、無関心でやりますか？小池知事に負けるって諦めてないですか？無関心諦めはもうやめましょう。現実のこのリアルの東京都知事選にみんなが関わってください。あなたの仲間に山本太郎と令和新選組を伝えてってください。そしてこのまま仲間とつながって、都政はもとより北政に山本太郎とその仲間を送り込もうじゃないですか。僕たち弱者の声を聞いてくれる、僕たち弱者のための政策を実行してくれる、僕たちの政治家は山本太郎と令和新選組で間違いありません。弱者が切り捨てられない、弱者に寄り添える社会、他人を思いやってもっともっと生きたいと楽しく生きられる新しい社会を作ることに皆さん一緒に取り組みませんか。皆さん一人一人で僕らの未来を変える行動をやっていきましょう。最後まで聞いてくださってありがとうございました。馬淵澄夫さんです。何やら東京で、いや全国で地殻変動のような大きな変化が起きている。こんな話を令和のその動画を見る方々からたくさん聞かされました。若者たちが動画を食い入るように見てました。なんだかワクワクする、そんな声も聞きました。新しい政治が起きている、そのあのうねりを間違いなくあの瞬間皆さん方は経験をされています。この東京都知事選挙はまさに政治を変える選挙なんです。皆さん、あの参議院選挙228万票の熱狂をお感じになった方々が、今はここに来れない方もいらっしゃるかもしれない、それこそすがる思いで動画の配信を見て、心一人、それこそ部屋の中で一人で心密かに山本さんを応援している方もいらっしゃるかもしれません。そんな皆さんにもお伝えをしたい。今こそ立ち上がらなければならないんです。今こそ変えるために動かなければならないんです。山本太郎に力を与えください。山本太郎どうぞと先頭に立たせてください。山本太郎さんを私たちは全力で支えようではありませんか。皆さんの力が必要なんです。皆さんの一票一票だけでは足らない。もっと大きな胸で全国228万、いやこの都知事選をご覧になっているたくさんの方々の支援をいただいて、私たち山本太郎さんを
再び政治の表舞台に立たせて、そして日本を変える、その先頭に立っていただこうではありませんか。私、田淵澄夫も共にその思いでこの場所に立たせていただきました。あと2日です、あと2日ですけど、必ずこのうねりを大きな地殻変動に変えていただけると信じています。どうか東京都政の先頭に立つのは山本太郎、日本の政治を変えていくことができるのは山本太郎、山本太郎に皆さんのお力を、どうか皆さんの一票をよろしくお願い申し上げます。次に田淵澄夫からの皆様へのお願いと、山本太郎さんへの応援の言葉とさせていただきます。どうか皆さん、山本太郎お願い申し上げます。ありがとうございました。ありがとうございます。田淵澄夫さんです。ありがとうございます。今日は5000キロカロリーぐらい消費しちゃった。ありがとうございます。もう一方ちょっと呼び込んでいいですか。この方です。須藤元気さんです。ありがとうございます。須藤さん、今日も来ていただいて、ちょっとスリーショットタイム設けていいですか。永田町スポーツクラブです。 MSC、元気ですか。元気があれば何でもできる。私、須藤元気、再び山本太郎さんの応援に新宿へやってまいりました。皆さん、選挙もいよいよ終盤戦です。山本太郎さんを都知事にする準備できますか。気合入ってますか。元気ですか。ありがとうございます。みんなで本当に東京都を変えて国を変えましょう。そして先ほど話した路線のみんなも立ち上がりましょう。僕らの世代、正直政治を諦めてしまいました。夢や希望はあまりありません。でも僕らが立ち上がれば必ず世の中良くなります。必ず良くなるんです。皆さん、一度僕らの世代にやらせてください。僕らの路線ね、今社会の中核です。僕らが立ち上がれば全ての世代の問題解決できます。そのためにもきっかけを作ってくれた山本太郎さんが東京都知事になる必要があるんです。皆さん、一緒に力を合わせましょう。残り2日、今日で3日、勝負はこれからなんです。これからひっくり返します。勝負ことはこの最後力入れていけば勝てるんです。相手は気を抜いています。絶対勝てます。山本太郎さん、みんなで応援していきましょう。須藤元気、最後まで山本太郎さん応援していきます。ありがとうございました。ありがとうございます。須藤元気さん、コロナを災害対策、コロナを災害指定せよという最低限のラインは全力で求めなきゃいけなかった。でもそれさえもしていなかった。つまりは何か、都民に対しての愛がない、都民に対しておもんばかる気持ちはない、見ている先は自分の未来だけ、そんなトップはもういらない。だから変わっていただきたい。山本太郎にやらせてください。よろしくお願いします。あなたの一票を横に広げなければ、山本太郎はあの高い高い百合子山を越えられないんです。百合子山を越えるためには何が必要か、あなたの一票を横に広げていただくことが必要になります。これをすれば越えられるんです。だって3割の人が投票を決めてない。つまりは345万票近くが宙に浮いてるんです。そこにリーチするためにはあなたが横に広げていただくしかないんです。山本太郎がマイクを通して訴えられる、そういう存在はおそらく東京都民の数パーセントにしか過ぎない。あなたが広げていただきたい。力を貸してください。そして100円からカンパを受け付けております。すいません、もしも100円だったらいいよって方いらっしゃったら、この後、またお力を貸していただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。写真自由に撮ってください。自由にネットに上げてください。肖像権ほぼございません。令和新選組から公認東京都知事候補、山本太郎です。都知事にしてください。ありがとうございます。皆様のお力を合わせて都知事選に頑張っていきましょう。ちょうど皆さん、肘タッチしてお帰りください。こちらからご自由に写真もお撮りいただきます。
どうぞ写真の方もどっちか書いていただきますよ。お願いします。